あ、どうも。あ、どうも。4月も、もう終わりますよ。そうっすね。早いね。早い早い。本当に。いや、困るよ、こんな早いと。あとでも、2週間ぐらいすると花粉症も終わるな。あ、そう。いつもなんか俺、ゴールデンウィークぐらいまで、目が痒い、うん。ゴールデンウィークね。うん。冷やし中華のスタートだね。夏の始まり。もう今年はもう食っちゃったからね。早いね。セブンイレブンで。マジか。うまいね、去年より。あ、そう。いや、企業努力してる。企業努力だね。へ、好きだな、企業努力。うちも企業努力してるよ。だからしてるよ。ギターソロ足してみたりね。松本社長だって頑張ってるよ。企業努力してるよ。見習いなさい、うちよって感じだね。見習いなさい、本当、うちよ。もっとアピールするにはどうしたらいいんだろうね。いや、いいんじゃない、気づく人は気づけば。マジかよ。もうなんか最近いいんだよ、評価されなくても。ずいぶん落ち着いちゃったね。自分が納得すればいいね。まあそこは大事だね、うん、だから結局だって自分が納得できなかったらさ、うん、結局周りがたくさん評価しちゃってね。ね、寂しい話だね。そうそう、だ、自分が納得しても金が入んないってだけだからさ。まあそうだな。そこのそこだよね。そこをどうごまかすかなんだよね。確かにそうだよな。だから我々のね、評価ってのはね、収入だからね、これは。まあね、いい音楽ですねっつったってさ、それ買ってくれなかったらね、評価とは言えないからね。でもここでだってそう考えたら、早々収入も増えてないし、俺たち全然評価されてない。一度も全然されてないよ。ただまあ 今 CD が売れない時代でライブの時代になってるから、うん、まあ、動画が伸びてるってことは評価だよ。あ、そういうことね。それはもうかなりの評価だと思う、まあ、数字としてね、うん、こう見えるからね、動員が伸びてるとか。そこは本当にね、日々感謝しておりますが。そうだよね、だってさ、うん、伸びてなかったらってスーパーアリーナやりたいとか言ってらんないもんね。そうだよ、うん、これね、なんかさ、クワトロのチケットが伸び悩んでるっつったらさ、うん、ちょっとやる気もね。まあやる気もね。なんか武道館終わってみんな終わっちゃったみたいなさ。そう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 、あるよね、でもね、うん、そうなんですよ。この前さ、小田君さ、健康診断の一環でさ、あのお腹のさ、こうなんていうの、エコーみたいなやつやったんですよ。やったことある、小田君？あるよ。あのゼリーみたいなのってこうやってお腹出してさ、うん、でこうやってさ、あれ何、上向いて寝るじゃん、ね、仰向け、で吐いてください、止めてくださいみたいな感じです、うん、ずっと連続でやるでしょ、うん、右やったり左やったり、うん、で横向いてくれ、うん、でさ、何回かけたことあるからさ、うん、それで終わるじゃん普通。終わるね。そしたらさ、今さ、犬のポーズみたいにさ、こうになるんだよ、うん、最後、うん、でいわゆる犬のお腹をこうエコーで見るみたいなものでイメージして、あれが最後の、ね、締めなの。で俺初めてそんなことさ言われたからさ、うん、どういうことすればいいんだろうと思って、うん、俺上向いたまま犬の、あ、手と足上に上げちゃったんだよね。ゴキブリっぽいね。そう、もうなんつうんだよ、ゴキブリが死んだ時の あれイメージしてくれる。そしたらもうこう検査技師みたいな人がポカーンってなっちゃって、何やられてるんですかみたいな。いや、こう犬のポーズ見たらこんな感じじゃないですかって言ったら、いや、あの逆に、なるほど、何も言ってもらえますかって言って、あ、本当にこうワンちゃんのポーズにならないといけないよねって言って、俺みたいなやついないんだなと思って、みんな分かるんだな、そういうのかって思った時に、うん、なんていうの、こうなんか理解能力も、うん、もう年取っちゃったなって言ってさ、ジムのカードそのピッてやるんだけど、前は渡したの、スタッフに、うん、入り口で、うんうんうん、点がポカンとしてるんだよね、うん、したら見たらさ、ビザのカードだったんだよね。ジムのカード渡したわけが、うん、ビザカード渡してた、うん、多分、なんかビザってこと考えてたんだね、俺。なるほどね、うん、大事だよ。でそういうのあるよね。ある。だからそういうさ、なんかそれエコーでさ、やった時自分で一緒にモニター見なかった、先生と。見ないんだよ。一緒に見えるの？俺は一緒に見たよ。子供ができてんじゃねえんだからさ。いやでも見たよ。見れるよ。
いやいやグリさん、これがポリープですよとか言うので俺が、先生この点々なんですかって言ったら、これはね、古市さん、ふんだよって言ってふんだよって言ったうっそー本当だよでも見れる見れる初めて知ったそれ本当マジ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 随分カジュアルな英語やったねカジュアル英語ねカジュアル英語マジかマジマジだからさ嫌なんだよこれだって俺はこう検査技師の顔しか見えないじゃん嫌だねそれそれがハテナって顔するんだよもうなんかハテナって顔するわけですよその時さ嫌だよねでハテナの上に不鮮明な部分があるんでちょっと先輩医師に待ってもらいますって二人目やってきて、またそいつがハテナするんだよねそれ嫌だよね嫌だよ昔さ友達の刑事君がさ池袋にマンション借りた時にさその辺に詳しいさ飲み屋、あの事情室の飲み屋にさ飲み行ったんだよ刑事君ちょっとどういうことエコー検査にいないエコーかけない全く別の話別の話はで、ケイジ君は袋にマンションを買えたの昔ね。はいはいはい。で、その後に、その地元に詳しいさ、マスターがいる居酒屋で飲んでたんだよ。地元に詳しいマスターね、その地元に。どうすんですかみたいな話になってきてさ、最近あそこにマンション借りたんだけど、あのマンション何号室ですかって。何号室ですかあーって言ったんだよね。すげえ気になるんだよ。めっちゃ気になる。それ以降何も言ってくんないんだよ。めっちゃ気になる。それ以降何も言ってくんないんだよ。なんとかマンションの、あーって感じだよ。今やだな。やだな。やだよね。やだそれ。あの先行ってよ。何があったのよ。行ってくんないんだよね。二度と。そうなんだ。申し待てるだね。本当だよね。エコはでもカジュアル一緒に見た方がいいよ。見せてくれ。気になるとか聞いた方がいいよ。これ何ですか。だって見せてくれないもん。おねだりしたかったの。おねだりしねえよ。だって見ますかって言わないもん。データももらってきたよ病院によって違うんだなこれ違うよでも嫌だねそれこれはっつってうーとか言われたらねそう嫌だよねそうなの嫌なんですよそういうのが増えてくるから年取ると嫌だなと思ってさそうねいやそしたらさそのエコやってる時にさ、横のベッドでさ、地元の飲み屋やってるさ、マキちゃんっていうさ、おっさんがいいんだけどさおっさんうん、崖の方が知ってんだよエコだろっつって、ああ、何やってんのそれはちょっと肝臓の薬ってもらったんだよ、エコで。お前も打てって言われるんですよ。俺はいいよ、つって。お前も打て。おすすめされてもね、おすすめされてもしょうがないよね。まあ、本当に。興味のだろうね。え興味の。ああ、そうなの。何強くするの強力ミノファーゲンってやつだね。肝臓にいいんだ肝臓なのかな、まあ、肝臓もでもよく打てます俺もカオちゃんに知らない打ったことないそんなの、まあ、リーダーはいいんじゃない、いやー本当病気の話になっちゃうね年取ると、そうね、自分のサウナじゃねえんだからやめよう本当だよさっきおばあちゃん会ってないのおばあちゃんたちがなんか最近さ派閥争いなのかなんかいなくなっちゃったねマジかよこの世からいなくなったじゃないか。いやそんなのね。ロットも来ないよ。ロットもね。ミミズおしっこ。はい。何週間前に機械団の件でメール読んでいただいた、P ネーム、天草 FOD です。はい。子供の頃ミミズにおしっこをかけたらおちんちんが痛くなるの件。うん。加藤さんはミミズが光線が何かを発射してるという話でしたが、そう。ロン先生の虫眼鏡という漫画をご存知でしょうか。知らない。ロン先生によるとミミズの中に住んでる寄生虫か何かが、おしっこをかけることによりものすごい勢いで滝登りするそうです、ああおしっこを何登ってきちゃうの、鯉の滝登りみたいに菌が、滝登りした寄生虫がおちんちん中に入って悪そうするたび痛くなるそうです、あーマジかよ当時小学校低学年の自分は途切れ途切れにピッピッとミミズをおしっこなるほどということは途中で寄生虫も落ちちゃうんだ、ピッピってうまいね、すると、あら不思議、おちんちんは痛くなりません。え？つまり、寄生虫が滝登りする前におしっこの滝を寸断するのです。なるほど。加藤さんもぜひお試しください。いや、今からやる。しかし、その寄生虫の滝登り、ものすごい速さだね、じゃあ。すっごいパワー持ってる、ね。だって、あの勢いを逆流するわけでしょ？そうだよ。すごいじゃん。すごいよ。
そういう性能を持ってるのかな、その。じゃあ、来たと思うわけ。まあ、水にしてみれば、だからそれが本能なんだろうね、竹登りするのは。そう、寄生虫はね、うん、登るっていうのが。そうそう、登りたくてしょうがないの。だってあんだけの勢いでさ、おしっこしてるのに、ね、逆流すんだよ、思ってるんだよ。すごい、アビスどころじゃないよ。もう何言ってんの。アビスどころじゃない、確かに。すごいね。すごいで、やっぱり、じゃあそれが膀胱に入って炎症を起こす。そういうことだよ。間違いないよ。おばあちゃんなんで知ってたんだろう。おばあちゃんはだって、そんな細菌とかそういう、あ、知らないでしょ。それはね、おばあちゃんはだから、100人中100人痛くなってたから、うん、何かあるっていうふうに思ってたわけです。経験から来てる。経験から。でもその頃、こうだらけ、ミミズからなんかピーって出てると思う？思わないけど。でもなんか全員痛くなってるから、うん、それおばあちゃんの知恵袋としてはね、そうなんですよ。というか、ミミズにおしっこかけたら、ちんちん痛くなるよってことだけは。それはもう経験上ね。ヤフー知恵袋みたいにはっきりしたから、おばあちゃんの知恵袋だからね。いや、ヤフー知恵袋すごいはっきりしてる。データに戻ってるじゃん。そういうんじゃないから。ポタポタ焼きの裏だからね。なるほど。優しいな、もうちょっと。優しいね、もうちょっと。ヤフー知恵袋、突然怒られてる人いるもんね。そうそうそう。ユーモアがないじゃん、ヤフー知恵袋。いや、ない。冷たいやついるもんね。冷たいやついる。冷たいやついる。めっちゃいるよ。冷たいやついるもんな。本当だよ、こっちなんかコインいっぱい出したのに全然答えてくんだやつがいるし。俺お前なんか質問したら仕方されたんだよな。本当ムカつくよな。なっしょ。へえ、でもやっぱりあるんだ。そう、科学的なね。そうなんだね。科学的な裏付けが。でも弱いね。ちょっと入れないと終わりでしょ。いや、子供の頃だったからさ、でもなんかすごい痛くて俺おばあちゃんに相談してる。俺次ミミズビカイザリやるよ。その後すげー痛くなったらどうすんのお前。前まで薬もらっとくよ。ああ、抗生物質。そうかもしれない。でもやってみたいもん。すごいよ、滝登りだよこれ。いいね。最近のはずけるルーペ見えるの。はずけるルーペ見えるの。はずけるルーペで見えるからでかかったらお前登ってくるのが見えるだろう。怖え。結構ちっちゃいよ。見えるよ、はずけるルーペ。マジか。見えますよ。はずけるルーペ持ってんのお前。持ってますよ。マジで、じゃあワインの裏とか見てんのこうやって。見ないけど、うん、あの CD の解説読んでるよ。変わんねえじゃねえかよ。薄いじゃん GCD の解説。まあ確かにね。こきゃ読めるけどさ、やっぱりいい、あずきルーペ。いや、老眼鏡でもいいけど、今のところ。まだまだ、そこまで深刻じゃないから。いや、また老眼ひどくなってんだよね。もう治ってきちゃって、治ってきちゃって。ああ、でもそうだろうね、筋肉のあれだからね。うん、文庫本によってはさ、妙に活字ちっちゃいやつあるじゃん。うん、ある。あれは無理だね、さすがに。あ、見えない。あそこまでちっちゃくてさ、行間寄っちゃってるとさ、厳しいよ。確かにそうだよ。しかも髪が茶色っぽくなってきてるでしょ、古いから。そうすっとも読めないね。ダメだよね。コレクターズのお二人様、7年目の P、成増出身、27歳女です。はい。結婚前に住んでいたのは高田馬場でしたので、うん、お二人の行動範囲はほぼ網羅しております。はい。さて本題ですが、意見24では、動物の話題が本当に多いですね、うん、以前幸太郎さんがハムスターを飼っていた時期、うん、私もハムスターを飼っていました。溺愛していたので、うん、死んだ報告を仕事中に受けた時は職場で大泣きしてしまいました。そんなこともあり新たにペットを飼いたいけれど死んでしまった時のことを考え長年勇気が出なかったんです。つい数ヶ月前に小鳥をお迎えしましたと。あ、小鳥、うん、スズメより小さいくらいの金華鳥という種類で、はい、手もかからず何より鳴き声はとても癒されますし、うん、羽繕いする姿は本当に愛おしいです。運が良ければあくびする姿も見れます。なるほど。平均で5年ほどの寿命だそうですが、うん、10年近くまで生きる子もいるそうです。動画添付しますのでお暇の時にご覧ください。小太郎さんが素敵なペットにまた出会いますように、うん、おー、かわいい、うん、色がいいね、これもう。かわいいね。鳥って頭いいんだよね。もう可愛いね。言ってるやん。口が真っ赤なんだね。うん、ね。ほっぺたが黄色い。この口で手前にあるカイワレ食ってるみたいね。可愛いね。可愛いね。でも小田君知ってた、パンダってさ、うん、なんか笹が食べれるまで子供らしいよ。うん、ただ食うまで、うん、だからこの前俺たち
シャンシャンもう中学生だ暴言吐いたじゃん、ここで。あれまだ舐めてるだけなんだって、ささ。うん、だから子供だから、ちょっと勘弁してくれって話だよ。いや、そういうことで子供って言ってんじゃないんだよね、見た目のこと言ってるから。だから、でっかい子供っているじゃん、だって。まあ、わかるけどさ、うん。でも子供なんだって、カテゴリー的にはまだ。いや、わかるよ。1年半とか2年ぐらい前子供らしいよ。いや、わかるけどね。うんうん、だって芦田愛菜ちゃん子供だって言われても困るでしょ。まあそうね、微妙なとこにいるよね。愛菜ちゃんもそうね、まあ、今はちょっともう大きくなっちゃったけどさ、大きくなっちゃった。まあシャンシャンはでもまあしょうがないよね、可愛い頃はもう子供は。でもなんか DVD が出るらしいよ。 DVD で見たってね、ダメだよこれがね。店員よりすぐりのめっちゃ可愛いシーン集めたらしいよ。ニュースで見ていいよそれ。やばいだってさ、やっぱ生で見んのさ、ロックバンドだってそうだしさ、うん、ボクシングの試合だって生は違うよ。まあそりゃそうだよそりゃ生が一番だけど、しょうがないじゃん、もうでかくなっちゃったんだもん。そうね、うん、鳥もいいね今の鳥。リーヤ鳥いいじゃん、買うの似合いそうで。なんか鳥、うん、いやー鳥ちょっと相性悪そう俺。まあそう、うん、自分のサラダ分けてないじゃん。いや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 、コウタロ君もあんまり鳥飼ってる印象ないな。俺飼ってる、飼ってたよ。嘘、インコ飼ってたよ昔。あ、そうなの、うん、ピーちゃん。ピーちゃんじゃないよ、うん、名前知らないけど子供の、本当に子供の頃。そう、小学校1年生の時で。へえ、俺鳥飼ってる人だって親父が適当に捕まえてきた、うん、なんかスズメみたいなヒバリみたいなのしか。それでいいんですよ。餌あげてたよ、なんか。俺負けてた。食べるんだよね。食べんだよ。口開けてね。まあ、可愛いんだよね。うまそうに食うんだよね。うまそうに食うよね。そうだからね。そう。おかゆみたいなやつでしょ。可愛いんだよ。いや俺ナッパ、ナッパ。ナッパ、あ、うん、野菜も食べるんだ。野菜。野菜が麺か。白菜のさ、葉っぱみたいなこさ。いやうち国王がなんか溶いてたよ。こういう五穀米みたいななんか変なやつ。いやインコはね、うん、俺緑だからインコ緑なんだろうと思ってくれたんだろう。マジで？子供だから。しかもなんかどっかの実験室で盗んできたみたいなちっちゃいスプーンみたいなので、うん、こうやってああでもこう耳掃除する耳かきみたいなちっちゃいスプーンあるじゃん。マジで？周りの俺っすよ。ヤゴじゃないんだからさ。ヤゴじゃねえけどさ。すごいあの食べる時がすごく可愛かった。可愛いんだよやっぱり。鳥も飼いたいな。なんでいなくなったかな。逃げたのかな。逃がしたんじゃないのかもね、うん、急にいなくなった気がする。死んだ感じがしない。でもその方がいいね、うん、飛んでってもらったら、ね、まあねまあね、うん、なんか綺麗な空気のいいとこに離して。そう、ねそうね、飛ばしたいね。そうね。リーダー小太郎さんこんにちは。小太郎タイトルがいいね。鳥の話。ヒッチコックじゃないんだから。インコは音に反応する習性があります。へ、例えば掃除機をかけている途中に途端に、うん、隣のゲージ同士のインコセッションが始まったり、うん、食器を洗いを始めると流れる水の音に反応し昔話を始めたり。マジか。と何とも可愛らしい存在です、うん、私の愛称は赤星インコなんですが、うん、帰宅して扉を開けた途端、うん、お帰りを何度も繰り返します。これは私が帰宅するたびただいまとお帰りをルーティンのように繰り返していたため、うん、帰宅の音とともに覚え反応してしまっていると思う。あ、そういうことか。そして何よりおかしいのはおしゃべりの不完全さ、うん、時々言葉がごちゃごちゃになり、うん、お帰りプラスただいまが、うん、おかやまとか、うん、ただいりとなったりするのもまた3歳児くらいの子供のようでたまりません。なるほどね。小太郎さんがアコギを弾きながら、うん、肩のインコとセッションなどをするとにんまりは止まりません。なるほど。ピーちゃん話。はいはいはい。あのね、うん、たまに行く飲み屋さんでね、うん、店員さんがまだ多分韓国かな、来たばっかなんだよね。まあ日本にね、うん、で卵丼ぶりのご飯抜きって言ったんだよ、うん、卵ドンブラって言ったんだね。だからドンブラドンブラってなんか妙に可愛くてさ、まあ可愛いね、ドンブラいいね、妙に可愛くてさ、うん、そのまま直さないでほしいね。そうそう、ドンブラドンブラいいなと思って、うん、ちょっと可愛いよね。ドンブラいいよ、うん、ドンブラこう、うん、ね、流れてくる感じで。そう、へえ、ドンブラドンブラいい、カツドンブラ、うん、親子ドンブラ、リーダー小太郎さんどうも。はい、シーズン5、はい、品種の山鳥において、ワイルドな父の山鳥鍋エピソードでお二人を驚愕させてしまったラフィフ主婦のノッキーです、うん、山鳥を食べちゃった父は昨年末に他界、うん、お二人にメールを読んでいただいたのがナイスなメールの見上げとなりました。
本当か。めっちゃ飲み上げなのあれが、今回は亡き父を忍んで、うん、彼のワイルドエピソードをもう一つ紹介させてください。はいはいはい。昭和の縁日、それはたびたびお二人の話題にも上るように、うん、綿飴やりんご飴、うん、今となっては一体何が面白かったのかよくわからない型抜きでさえ、うん、昭和の小学生にとっては本当に楽しみな一大レジャーでした。はいはい。金魚すくいや亀すくいは縁日の定番ですが、うん、偶然我が家の2階の窓ガラスに突っ込んできた山鳥を美味しく食べちゃった父のこと、うん、その辺の川や池にいそうな生き物を持ち帰って何であると、うん、一切取り合ってくれません。おある夏祭りの夜、どう見ても家出娘にしか見えないブリーチパーマのお姉ちゃんを従えた、どう見てもその筋の下っ端にしか見えないお兄ちゃんが店番を務める夜店で、うん、当時小学生だった私は宝物を見つけてしまいました。はいはいはい。それは発電機の明かりに照らし出され無数のヒヨコの群れ、はいはい、当時はまだカラーヒヨコなど存在せず、うん、生まれたままの薄黄色いヒヨコちゃんたちです、うん、山鳥はもちろんウサギやタヌキカモシカまでほっといても向こうからやってくる山奥の実家では、うん、動物にわざわざ餌を与えてペットにするなどという、うん、都会的な発想はそのものがありません。なるほどね。そもそも動物を食べちゃう父に何を言っても無駄なのは明らかでした、うんうん、ヒヨコなら大きくなったらまた卵を産むかもしれないと母を説得、うんうん、こんなの全部押したから卵なんて産まないよという母の忠告も聞かず、うん、どうしても自分のペットが欲しかった私は、うん、群れの中の1羽に何の秘伝もなく、うん、ピーちゃんと名付けて持ち帰りヒヨコはその夜から我が家のペットとなりました。はいはい。黄色くて小さくてあったかいピーちゃんはペット感満載、うん、せっせと餌をやり水を与え鳥小屋も掃除しました、うん、しかしピーちゃんがどんどん成長するにつれ、うん、私はだんだん身勝手な思いを抱くようになりました。うん、我が家にやってきて3ヶ月、うん、あり合わせの材料で作られた鳥小屋の天井に頭が使えて、はいはいはい、立派なトサカがテローンと情けなく横に立てたピーちゃんは、うん、もはや完全に鶏そうだそうだね。可愛かった黄色い兄は鱗で覆われ、うん、鳥の祖先と言われる空飛ぶ恐竜に近いワイルドな容姿に、うん、ペットの面影を見つけるのは困難でした、はいはい。コウトロさんがサンリオピューロランドで着ぐるみの3D マイメロディを見て何かが違うと思ったのに私の意識はいつしか立派に成長したアダルトピーちゃんから徐々に遠のき、うん、餌やりなどのお世話を放棄、うん、仕方なく母が面倒見るようになりました、うん、そしてある日外遊びから帰宅した私はピーちゃんの鳥小屋が空っぽになっているのに気づきました、うん、はいはい。そうです、お気づきだと思いますが、うん、私がピーちゃんに再会したのはその日の夕飯の食直後でした食われた。アダルトピーちゃんにペット感が薄れていたとはいえさすがに食べることはできず一人泣き続ける私よそに、うん、テレビを見ながら家族が鳥の鍋をつく光景は本当にシュールでしたシュールだね。ペットさえ閉めて食べるなんてどんだけピョンヤンフィーリングと思われるでしょうか、うんうん、我が家は普段スーパーで買った鶏肉を食すごく普通の田舎のサラリーマン家庭でした、はい、しかし山鳥さえ閉めるワイルドの父から見たピーちゃんはどう見ても家畜、うん、ピーちゃんが卵を産めないオスである以上、うん、いずれはここまで宿命だったのです。なるほど。父の死後見つかった家族への手紙にはこんな遺言がありました、うん、人間は死んでしまえば粗大ごみこれが遺言なの。俺の飼い目は曹洞宗の最長の位である神事にし、うん、棺桶も一番安いものにする全部安いんだと。そしてなぜか最後にお経と説教は短い方がいい、うん、父の返事ぶりをよく知る住職に短めのお経と、説教を唱えてもらってあの世を旅立っていきました、うん、なるほど。超現実主義でワイルドな父はきっとあちらでも自ら締めた鳥の鍋をついていることでしょう、はい。お二人とも花粉症その他ご自愛ください、はい。へえ、すごいワイルドなお父さんだね。まあ昔はいたけどな、こういう人いっぱい。でもなかなかさ、いたか町会に一人はいたよあ、そう、うん、俺は毎日銭湯行ってたから分かるんだよね。どういうこと？いや僕こういう人いるのよ、なんか分かるじゃない。見た目で、見た目とか話してる内容とかさ、あそう、他の人からのこの聞いた話とか、ね、情報とかで、うん、まあでもまあそうな、鶏食べるよね。食べるよ、食べるよね、うん、だってどうしようもないんだもん、ね。まあ、食べるもんだからね、うん、で卵産めばね、そりゃそうだ、卵取るけどね、うん、で昔はウサギも食べてたんだもんね。何でも食っちゃったんだ。何でもダメだもん、何でも食っちゃう、うん、本当に食っちゃう。コレクターズはですね、カートルマンスリー中です。はい。今のところ4本終わってまして、はい。まだ続くんですが年内、はい、6月分までは、ソールドアウトしてまして、はい、7、8、9月分をですね6月に発売と。なるほど。今度土曜日28日アラバキロックフェスに私が行きます。はい。12時50分から津軽のステージに登場しますので、いらっしゃる方は、うん、おいでください。まだ寒そうだね、これ誰か。まあ12時50分は大丈夫じゃない？あ、そう、あ、そうか、昼間だからね。うん、
12時50分からだから、うん、夕方には袋にいるね。あ、そうだね、確かに、確かに。こちらはそれだとしてないですね。してないですね。ビジュアル面が5月6日、神奈川八木橋8階、カトリアホール。6月27日、東京キネマクラブ、ゴーグルズのトリビュートアルバムのリリースパーティーがありまして、はい、そこにリーダーが出演しますと。はい。歌うの？一曲歌います。あ、そう。はい。銀次さんも出るんだ。銀次さんも出ます。銀次オットスクールの方。銀次オットスクール。何でそんな。まあ、ちょっと説明しますとですね、あの伊藤銀次プロデューサーがですね、自伝、ね、そうですね、新興ミュージックから出したんですよ。そこで、まあ、ちょっとコレクターズと仕事したあの時代のことをちょっと書いてるんですけど、まあ、自分のことをトスカヨットスクールに例えてね、そうそうそう、銀次ヨットスクール、厳しいね、プロデュースだぞと、ね、そうですね、あの銀次ヨットスクールだと加藤君が知っていたらきっと僕にプロデュースをお願いしに来なかっただろうっていう話を面白い本だよね。で、芸人さんはリーダーのことは加藤君っていうじゃん。言うね。俺のことは古市光太郎って言うんだよね。ああ、そうだね、文章。確かにそうだね。よくわからないですね。いや、結構面白い本だったよね、これも。面白かったよ、うん、やっぱりあんだけのキャリアの人が経験上ほど喋ってるから興味深いよね。もう日本のロック史ね。そうだね、なんかとっても面白い話だったし、うん、あとこうプロデュースした内容とかもね、面白かったね。すごい面白く語られてた。あの人記憶力いいよね。めっちゃいい。合ってんだよね。合ってなきゃ困るだろう。そうだから大体ずれてんじゃん、ああいう時が大きくなってるからね。浅田さんと実に合ってんだよね。確かに。でも俺と天ぷら食いた話は出てなかったね。なんでそんな話書かなきゃいけないの事前に。まあいいや、はい、このポッドキャストはスタジオ MOG の学習ドーナツのサイトからダウンロードできます。写真館もあります。アーカイブもあります。毎週水曜日5時。フィメールは bukuro24@gmail.com お待ちします。はい、そしたらまた来週ですね。はい、 Do the download Do the download 池袋交差点24時。